かんない。大学交流センター。あ、こっち。あ、どうもすいません。もうあの二人来てるんですけど、マホロバクラブもう終わってますよ。はい、はい、すいません、お願いします。ちょ、向こう側でね降りるようなナビやったんで、たまたま向こう側えらい工事渋滞しとって。もう最後ですね、鳥ですね、僕ら鳥やん。ああ、なるほど。まあもう分かってるやろみたいな感じでね。分かってるやろみたいな感じですね。何のできるんですか、よくあれ違うと思うけど。ろうそく明かりがきらめく遠かへ。I'm not afraid to die.
台の横に僕の幸せ光が一つ華やかな東海夏祭り静かに終わって行きます気になったのは、OB の方がいらっしゃるということは、テレビかなんかで、いや、もう私も56で、で、まあ、銀行によっても違うんですけど、まあ、55でちょっと、支店長とかね、引退とか、そうですか、はい、で私も関連会社の方とか、そうですか、まあ、フロント3人が、うん、もう OB で、あと若いのが、ということは、現役を過ぎてもですね、仲良くこうやってらっしゃる、あ、もう、はい、もうこれはもう、それはもう、80歳ぐらいの言いますな。はい、みんなね、この年になったらね、羨ましがられます。いや、ということですね、どうですかね、先ほど言いましたように、ドラマをですね、短い3分、5分ぐらいの間で、どうやってメロディーとリズムと歌詞でお伝えするかということは、やっぱり、特に日本の歌の場合、曲の場合、もっと大事だと思います。はい、それが心のインパクトに伝わってくれば、ね、作られた方々の思いが非常にまた嬉しいことだと思います。で、毎回思うんですけど、やはりなかなか文学的な歌詞を作ってる。いや、もうあれですね。はい。その才能が得られると思うんですけども、それとは先ほども言いましたけれども、やっぱり嬉しい楽しいんじゃなくて、やっぱり心の人の心のちょっと奥の方をくすぐというような曲がね、私にとってはすごく魅力でございます。ありがとうございます。まだこの業種をします。ありがとうございます。それでは山本さん、お願いいたします。はい、お疲れ様でございました。はい、独特の雰囲気をね、もう世界観がありますよね。はい、それをしっかりと聞かせていただきました。で、リードの方のお声がとってもいいので、はい、耳にすごく心地よく、ハーモニーもバックのハーモニーも良かったですし、はい、アレンジもよくできていたと思います。はい、ただ最後のね、最後の曲のカットをうまくしましょうね。最後あえてピアノの最後ですよね。はいはい、最後ピアノが残って、その最後のカットの時にまだその太鼓の中が残ってたりとか、その辺をちょっとシャッフルされたらもうグーだと思います。きつく言っておきます。練習の違いすいません。でもとってもほっこりさせていただきます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。まあ、このバックラウンド、皆さんに大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。では山本先生、よろしくお願いします。行きましょう、どうぞ。1番
私も聞いておりました。とても素晴らしい演奏でした。